をつけた腕立て伏せなんですけど、はい、もうちょっと発展させてみたいと思いますね、はい、さあの初心者向けだと股関節をこうグッと曲げてやったんですけど、徐々にこう伸ばして負荷を強めていきたいと思います、はい、じゃあ肩幅よりも手の幅 1,2,外 ですね、親指を内側に向けてこの手幅もう一回思い出してもらって、はいはい、じゃあここに手をつけて、はい、膝をつけるんですけど、今度は膝の位置をちょっと手から遠ざけますね。ちょっと後ろ下げてみてください、膝の位置、はい、でこの足の付け根、股関節の角度を広げました、はい、こうすると手にかかる負担、腕にかかる負担がね、より強くなりますからね。でこの状態でまた肩甲骨を意識して、はい、3秒で、はい、下ろします。1、2、3、はい、1、2、3、どうですか、少し負荷強くなりました、はい、強く感じます、はいはい、手の位置もうちょっと下げましょうか、はい、で肩の位置少し前の方に行きましたね。いますよ、じゃあ5回いきますよ、はい、はい、1、2、3、1、2、3、肩甲骨しっかり伸ばして2、2、3、2、もうちょっと深く、はい、3、2、3、3、そうですよ、はい、4、2、3、4、2、3、5、2、3、5、2、3、はい、上半身を下ろしてください、はい、はい、負荷が強まったの少し実感できましたか、はい、はい、感じます。あ、そうですか、はい、普通の腕立て伏せに比べて膝をつけると確かに楽なんですけど、ゆっくりやること、はい、ゆっくりやることで筋肉を、ね、しっかり意識できる、また自分のトレーニングの進歩に応じて膝の位置を調節することで今の自分にぴったり合った負荷に合わせることができるんですね、はいはい、これ役立ててください。